それでは今から私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は年中組で焼き芋パーティーがありました。先週に掘ったお芋をみんなでこう先生方が用意して切ったのを鈴木先生、高田先生が美味しく焼いてくださって、それを年中さんでみんなでパーティーということで丸くなっていただいたんですが、もう年中さんすごい、まあお家に持って帰ったお芋もあるので何回かもう今食べてると思うんですが、今日もすごくいっぱい食べてくれて、もうなんか普段食べない子なんかもすごいおかわりしてて、ちょっとその後すぐ給食なのでちょっとあんま食べないでね、3つまでだよって言ったんですが、もうおかわりバク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 食べちゃって、こう自分こう子供たち自分でこうおかわりは向いて食べるっていう風にしたんですが、もう先生たちが見てないでもうみんなで並んでいってみんなで取って、もう今何個食べたのって言ったら4つ、4つ食べちゃったのとか言いながら、もうでもすんごい楽しそうに嬉しそうに食べてくれて、すごい先生たちも嬉しかったです。その後給食になって、やっぱいっぱい食べちゃったからって子供たちも先生ちょっといっぱいだから食べられないかもって言ってたんですが、しっかり食べてくれましたなのですごく良かったなと思いました。またこうお家に先週持って帰ったお芋もまだあるみたいなので、これからまだ秋の味覚を楽しんでいただきたいなと思います。これで今日の私のハッピーポイントを終わりにします。ありがとうございました。